はい、それじゃあベースベインやっていきたいと思います。そうか、うん、私次もうエースでしか勝てない体になった。うん、エース以外全部負けてない。うん、そう、気づいたか。やっぱエースって最強、すごいことした、ネットで4枚ぐらいかな。エースってやっぱ強えんだな。なんかあいつどこ行ったん。ネットに4枚ぐらいいた。うわ、あ、ミスったね。え、え？え、なんで？3200円？え、KZ さんどうし、すいません、なんかありがとうございます。3200円スーパーチャット、ありがとうございます。何のコメントもなしに、ありがとうございます。やる気出せよってこと。わざーす、頑張りまーす。うほー、うほー、2発返された。成り立たねえよ。敵を倒しました。ジャーバンまでいるじゃん、ガリオまでいるやん、手厚。お前普通の強い構成やないかこれ。イエス頑張れってことやん。頑張れ、応援されてる。なんかヌヌ何しようこれ、トロール、これトロールか。え、トロールではない、トロールではない。プレートモグモグマクロ。これマグ、あれは俺もマクロかな、これかもしれない。J4 ガリオさ、フラッシュ悪事か。あ、やべ。いけるいけるな。最強や。あ、死んだ。ああ、ナイス。危ね。ちょっと打ちたすぎるか。え？何？感謝。ジェフ育ちすぎじゃねこれ。本当だ、やべえ、コレクタージェイコン行かれたらやばいかもしんない。うん、あ、取り込み、あ、間違えたビルド、あぶねえ。あー、あ、まさかブーツから行けばよかった。カーブボンに囚われてる。強に優先するようになってしまった。やっぱりリカブウォーカーだよな。リカブウォーってやって魔法ダメージ乗るでしょ、確か。魔法かわかんないけど、一応追加ダメある。うん。あ、違う、物理だった。トップレーンのタワーが攻撃されて、結構強いよね。エースももらえるのに。素晴らしいアイテムですね。素晴らしいです。気合入ってるわ。うわー、倒せないのか、エースでなければ。そう。せめて靴があれば。
まあまあまあ、できるけ。美味しい美味しい。もうドラの時間か。ドラゴンやるんすか。あまりにも悲しいヘルスしてます、私。もうダウンだけ入れて。とか言ってます。勝ちすぎじゃないチーム。うん。チーム勝ちすぎか、これ。ちょっと。11の0だね。いい買い物ができたね。冒険バーサーカーブス。素晴らしい。冒険はいいぞ。冒険はいいぞ。トップレーンのタワーが攻撃されています。私はもう人間じゃない。敵チームがリストブランドを倒しました。ミックスネット行ってる。今ブリッツはここには一緒にいらねえよ。最初のタワーが破壊されます。これ何も考えたかったお前。逃げろ。ありがとう。うん、おっ、ドミノ枯渇した。いいドミノ。ぶら下がってもいいんちゃう、別にね。なってもいいけど。ベインめっちゃブラスター一緒いけどな。結構割とマストで。そう。どっちでもいい派だな、うん。なんか最後とかに行くね。5手目。なんかどうせいっぱい殴らないといけないから一発伸びたら取ってなみたいな。相手より先に。殴れるからリーサルたまんのが早い。充電ないの分かってんのよ。携帯が熱くてね、充電できないっす。まあリーサルを貯めるっていう観点で言えば確かにありよな。まだ一応バラスも出るしな、気持ち程度の。シャットダウン。敵のダブルキル。いいよボリビア。このダブからのブラスター強い。もうエース会話で必要なくねこれ。ん？なんか言ったか。なんかエース会話である意味あるこれ。意味ある。頑張れ。あんまりじゃない。エース界隈ってやっぱ後半負けてるところからさ巻き返すのがさ醍醐味みたいなとこあるじゃん。ほんの勝ったれたらちょっとエース界隈ちょっとゆるゆるの方が上がったりっすよ。こんなとだつ前に終わっちゃいそうね。とだたせてほしいな。手厚すぎるな。うん、ジェフォーがガチ。ガチ。勝ちたがってる。勝とうとしてる。ガチすぎ。ガチすぎ。ガチすぎガチすぎ。ガチすぎガチすぎちょっと。ランクだろここ。ガチすぎ。ガチすぎるわちょっと。おい、ブラスターショーってなんやねんマジで。あいつ一番エース界隈だろ。ガチでガチでおるってエースの。エースガチすぎるやろあれ。あ、一戦で行こっかな今日は。AP はいるっけ。いるか。ヌヌブラッド。ボリもちょっと。ムービングスピードも大事なんで。このゲームの20ムービングスピードとかなんかゼロみたいなもんだよな。何？ウィルパーン。ガチすぎる一人。
ガチなやつ来ちゃった。草野球にプロ野球選手いる。プロ。いつもエース上げてくれるから。確かに。こいつも界隈か。界隈の人間が。どっかで調整してくれてもいいぞ。味方。かなりエース心地いい。ちなみにもう。リカブを3積みとかどうなんやろうな。やばいこと考えて。なんか。リカブを3って何に発生できるんだ。リカブをと、なんかあとエースだけでよくね、もうだって。なんか。ジールは？ジール 15% ダメだ。本めっちゃ積むみたいな感じで。これの発生、あ、リカボーサンデーは。リカボーサンイカ。あ、サンデー。うん。変態界隈はなんかあの友達見つけに行きました。うわ、俺かい。やばい。前バー、前。うわ、危ねえ。ああ、なんか生きれた。ミスったー、危ねー。勝ちすぎ界隈だってこれ。うん、実は味方、ガチすぎて。ガチすぎて。ガチすぎる、ガチすぎる。普通に引いてる。ガチすぎて。ねえ、ちょ、ガチすぎるよな。気まずい。トリス、マジレーザービームよ。あの、途切れない、弾が。早すぎて。やべやべ、ミスった。頑張れ。ガチすぎるってだから、味方がすぐ寄ってくんのやめて。さっき寄りが良すぎるって。なんで来るの。寄りが良すぎるチームの。なんで5対5してんの俺ら。本当になんか聞いてた話と違うよ。5対5してるし意味わかんない。こんなのワイリフじゃねえよ。OK、 古び。古びだ。古びきたー。エースキル早いぞ早いぞエース早いぞこれ。キャーバンの旗とルルの彫りも添えて来ましたよ皆さん。まずリーザーテンポ貯めてからが本番ですよ。キモくない。なんか止まるな。あんでも早いっちゃ早いよ。早い方か。モーションがなんかでけえな、うん、派手だ。エースカイは目に入ったもの全部殴るから。殴れるものは全部だ。こうやってリーサルテンポを地味にこう貯める。ちょっとずつ貯める。やっぱ味方のカバーがあっち。うわやばい。ナイスカバー。さすがにか。なんか、ああ。味方うまいな。なんかいい押してるはずなのに出ねえ。押せてないか。これ相手降参せんの。
わかんない。え、ためさしてくれてる。まあ、相手もなんかエース界隈っぽいやついるからな。移動中です。いるな。うん、いつが気になってんだかも。どっちのエース界隈が強いんだって。ルルがいる方が強い。違う。手厚いやつ。もうすぐガリを飛んでくるやん。いや、やべえ。バースト高いた。あいつ育ってる。ビルド変えないんだけど、これ以上。首絞めてる。確かに進めれねえのか、おかしい。進めねえよ。大ギャンブルビルドや。勝った後にめちゃくちゃ金稼がないといけない。いやでもアップグレードしてもエース 15% しか伸びないからあんま変わんないわ。ああ。もうだよ、追加効果とか別にいらねえし。パッシブは求めてない。これいいね、エース界隈の基本ビルド。これにしよう。やばい。やだ、それランクで。ワースパイクが謝るやん。それランクでやってるやついたらもうどうしよう。 3コアでキルトって4コアで暴れるって言ってたでしょ。なんと早めに3コアになれます。でこれ高いんだよな、リカーブ棒って。ちょっと1400円するからさ。コスパいい風に見える詐欺だから。全然詐欺。めっちゃ高い金。4200円。4200円いるもんだって見つかおうと思ったら入ってる。終わってるよ。考えたらダメだ。ルルがいないのに戦いに行っていいのかな。すぐ寄ってくるんやけど。わかるよ、もうガチで。マジでウルトの判断よ。一瞬だよ。あ、終わらせてしまうのか。うますぎて困ってる俺。逆にビル最強チャンプが走ってきて、あ、ビルないいいよ。かわいそうじゃん。プロハ持ってるから若干。ルナハリ入った、ルナハリ入った。やばい、もう殴る対象がいない。持ちつけ。おい、完璧なタイミングでウルト打つなって。いや、感謝のアルティメット最後迷ったけど、感謝のアルティメットした。ああ、終わってしまった。落差がすごいな。うん。いやもうね、思ったより速くないわ。早いけど。いや、2です。ねえ、プロハ持ってたからな。いや、なんかやっぱ重いわ、AA が。ミスフォーチュン的なやつかも感じかも。ああ、確かに派手な感じはあった。うん。ちょっとエース界隈的にはティア2でした。すいません。いや、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。みんなも、リカーブを、サンズミー